4日間の奇跡は、朝倉拓也の小説、またその小説を原作とする日本映画。2003年1月に、宝島社から刊行された。第1回、このミステリーがすごい。大象の金賞受賞作品。2004年1月に文庫化され、累計127万部。また、うりゅう花子の作画による漫画版も発刊されている。新進ピアニストとして、 将来を職防止されていた木更木圭介は、留学先のオーストリアで、強盗事件に巻き込まれた少女をかばい、薬指を負傷しピアニストの道を断たれる。両親を失った知的障害の少女、楠本千織を引き取った圭介は、彼女のサバン症候群による優れたピアノの才能を見出し、彼女と各地を演奏して回ることとなる。そうして招待された療養センターで、圭介たちは、 ケ介スケの高校時代の後輩だった岩村マリコと出会う。マリコはかつて農家の息子に嫁入りし、子供ができないために夫の家族に一方的に離婚を言い出されたという辛い過去の持ち主だった。マリコと親しくなっていくケ介スケ、千織だったが落雷による事故に巻き込まれてマリコは意識不明の重傷を負い、そのマリコの心が千織の体に宿る。 マリコに与えられた期間は4日間。最後の時が来るまで、マリコは、ケイスケと共に、自分の人生を見つめ直していくこととなる。2005年6月4日に公開された。監督の佐々部清の出身である、山口県下関市放北町に位置する、各島が、主な舞台になっている。なお、京都唯一の東映直映風切り館 大宮東映劇場閉館最後の上映作品でもある。ありがとうございます。